はい、皆さんおはようございます。ひでしチャンネルでございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。さあ、今日は8月の26日かな、日曜日でございます。時刻は、時計忘れた、多分6時過ぎぐらいだと思います。今日はですね、先日どこだったかな、大竹市か、に行ってバイクの写真を撮ったかなと思うんですけど、今日もね、実は、同じようなことをしにある場所に行こうとしてます。はい、じゃあ行きますか。はい、ということで、またまた写真を撮りに行こうとしているわけですけれども、前回との違いは、2つあります。まずは1個目、行く場所が違いますね。前回の大竹市ではなくて、今日はもうここが もうそうかな、広島県、同じ広島県なんですけども、廿日市市ですね。そちらの木材港というところ、そちらに向かおうとしてますっていうのが1個目で、2つ目は撮影機材、まあ、機材と言えるほどの偉そうなもんではないんですけど、機材が若干違います。具体的には持ってきたレンズが違います。前回は 50mm、まあ、単焦点の 50mm 1本だったんですけども、今日はちょっとね、久しぶりに望遠使ってみたいなということで、100mm、300mm かな、まあ、ミノルタの大昔の安い望遠なんですけど、そちらを今日は持ってきましたっていう2つが違いかな。で、今渡ってるこの橋が、確か廿日市大橋だったかな、まあ、割と新しめの橋なんですけど、今から行こうとしているのはあの左下、見えるかな、まあ、岸壁があるところですね。あの辺から、まあ、この橋に向かって写真を撮ったら、まあ、いい感じになるんじゃないのかなということで行こうとしています。あ、でも結構釣り客がおるな。行けるかな。はい、じゃあこれを左に曲がっていきます。逆光やな。そういえば方角とか全然考えてなかった。あっち向きは無理やな。まあ、やってみましょう。到着。結構釣りしてる人がおるな。はい、ということで、何枚か写真を撮りました。で、今日はね、予備バッテリー、前回と同じ鉄を踏まないように予備バッテリーを何個か持ってきたので、まあ、それなりに枚数が取れたんじゃないかと思いますが、ご覧の通りね、着いた時も言ったかもしれないですが、ちょっとね、太陽の向きが良くなかったですね。若干逆光気味でした。なんで、もし次来る機会があるとしたら、ちょっと時間と方角を考えないといけないですね。でも、なかなか気持ちのいい場所でした。さあ、帰りましょうか。はい、ということで、今日は
今日もかちょっと景色のいいところに来てバイクの写真を撮ってみましたという動画でございました。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。あ、そうそう、で今日まあ持ってきたレンズなんですけど、一応 100mm、300mm の望遠だったんですが、まあ、場所がね、まあ、狭いということもあってほとんどワイド端かな、うん、100mm 側でしか撮らなかったんですが、それでもねちょっと長すぎましたね、もう少し短いの持ってくればよかったかなと思います。っていうのと、まあ、久しぶりに使って思い出したことがあって、このミナルタの望遠ね、あまりシャキッとした写りしてくれないレンズでした。そういえばなんで、ちょっと絞った状態で撮らないとね、割といい絵になってくれないので、今日はもしかしたらあんまりボケが綺麗な絵は撮れてないんじゃないかと思ってます。あとは最近のカメラ事情を知らないんですけど、まあ、僕が持ってる、まあ、古い一眼なんですけど、ミノルタ α7 デジタルですね。たったの600万画素のデジ位置なんですけど、映像素子 CCD ね、聞くところにと最近 CCD じゃなくて CMOS が主流だそうです。まあ、何を今更という話かもしれないんですけど、僕の記憶ではね、 CMOS ってなんか読み取り速度が遅くてノイズが乗ってみたいな印象だったんですけど、今時は違うんですかね。あとはそのまあ素子そのもののサイズなんですけど、まあ、APS-C かな。昔ね APS ってカメラがあったんですけど、みんな知らんやろな。まあ、それの規格なんで、まあ、要はフルサイズじゃないんですね。 35mm カメラの、35mm フィルムのフルサイズではない映像素子です。なので 50mm、 仮に 50mm 使ったとしてもね、 50mm としては使えないんですよね、実は焦点距離的には。まあ、関係ないっちゃ関係ないんですけど、まあ、要はね長すぎるんですね、どれもこれも。標準レンズ的に使おうと思ったときは50じゃなくてね35ぐらいが一番使いよい、まあ、実際に人間が目で見てる景色に近い画角になるんじゃないかなと思ってます。ってのがずいぶん昔の話でしたが、今はどうなんかな、違うんかな。結構フルサイズが標準的になってるんですかね、どうなんかな。